底力もあるし比較的若い世代のリーチも成功しているといった点、また国会運営に関してですね、はい、この政策本位という一つのこうしっかりした軸を出して、はい、その軸に乗ってこう活動されているという点が評価されているという点で、労働組合の連合体ですけれども、はい、この要するに労働組合と維新は、まあ、水と油なんじゃないかというイメージがね、はい、非常にあるんですけども、はい、これはもともとの大阪維新の会のもう本当に初期ですよね、うん。さあ始まりました選挙 .com チャンネル、MC を務めます選挙 .com 編集部の伊藤ゆかりです。そして本日のゲストは選挙プランナーの松田薫さんをお迎えしてお送りいたします。松田さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速参りましょう。本日のテーマはこちらです。あの二人の一騎打ちへ、どうなる国民民主党代表選挙。はい、ということで国民民主党の代表選挙が8月21日告示、9月2日投開票に決まりました。今後の党運営の方向性を決める大切な代表選ですが、どうなるのか松田さんに展望をお伺いします。はい、はい、まあ、一騎打ちになるかまだ分かんないよね。そうです ね、まだ今時点では実際、ね、はい、9月末が任期で行われる国民民主党の代表選挙ですよね、はいはい、3年という任期を代表は務めることができて、はい、3年前には選挙 .com でこの国民民主党代表選挙の特集をね、はい、させていただいて、私もその時立候補された玉木さんと伊藤孝恵さんといろいろやり取りもさせていただきましたけども、はい、まあ、あれから3年経ちまして玉木さんと前原さんが今のところ名乗りを上げておられるということですね、はいはい、7月31日時点ではお二人ということでございます、はいはい、そしてそれぞれご紹介します。まず現代表の玉木雄一郎代表が参戦出馬を表明されました。こちら25日にいち早く出馬されたということで、はい、松田さん、まあ、順当にというか、はい、やはり国民民主党といえば玉木さんというイメージも強い中ですが、うん、こちらはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり玉木さんが代表として党の顔としてこの3年間もやっぱり引っ張ってこられたなと思います。特に YouTube チャンネルにね、はい、本当にまあ、いわゆるもともと YouTuber の方が政治家になったケースではなくて、国会議員をされている方の国会議員 YouTuber というようなことで言えば完全に走りだったと思いますし、はい、そういったこう継続した情報発信がやはり特に若い世代にね届いているんじゃないかなと思いますし、はい、玉木代表になられてからのやっぱり衆議院参議院の選挙、また地方選挙でも僕からするとやっぱ国民民主党ってよく踏ん張ってるなと、うん、私もね、はい、ちょっと議席予想でこう下に見積もってしまって外したことがあるんですけども、はいはい、やっぱりまあ底力もあるし比較的若い世代のリーチにも成功しているといった点、また国会運営に関してですね、はい、この政策本位という一つのこうしっかりした軸を出して、はい、その軸に乗ってこう活動されているという点が評価されているという点で、はい、非常にやっぱり党の顔としての存在感の大きい方だなと思います。はい、ありがとうございます。そして当初は選挙戦になるかが焦点という話もありましたが、なんとこの方が出馬表明をされました。出馬表明するようですという時点ですね、まだ、はい、前原誠司、現代表代行も28日に出馬する意向を固め、まあ、近く表明されるのではないかというお話があります、はい。まあ、前原さん、前回伊藤孝恵さんが、チャンネルのゲストに来ていただいた時には、うん、やはりまあ、世代交代というか若い方にもぜひ出ていただきたいというお話もしていただきましたが、うん、ここでもう10期目を務める大ベテランの議員さんが出られるということで。そうなんですよね、はい、前原さんまだ61歳で、はい、まあ、正解で言えばお若いですけど、はい、もう当選10回っていうね、すごいですよね。本当に若くして衆議院をされて、はい、また民主党政権時代にも国務大臣もされていますし、また最近だとやっぱり民進党でね代表選で、はい、そうですね、勝ち上がられて、はい、まあ、あの時ねやっぱなんかこう一つ日本の政治の歴史で言うと振り返るとやっぱりあの時こう前原さんが幹事長に、はい、あの方を抜擢した結果、はい、文春法が炸裂しみたいな、はいはい、2017年のね、はい、ありました。あの流れとか思い出すとすごいなと思うんですけど、やっぱその時もね、はい、この選挙 .com チャンネルにもね出ていただいて、ね、あの時の都合の党の騒動の時のお話とかもされてましたけど、はい、非常にこう責任感も強いし、人のせいにしない人ですよね、前原さんってね、はい、堂々とこう自分悪かったとか認め、逆にその批判されてる方の事実と違うところはしっかりかばっておられたりとか、はい、
いや、すごい一本筋の通った方だなと思いますし、私もともと大学がですね、前原さんの選挙区だったので。あ、そうでしたか。なるほど。では京都市は左京区というところに大学ありまして、まあ、めちゃくちゃ強かったですね、当時から。ポスターもすごく貼ってましたし、みんな知ってるというような、はい、そういった選挙も非常にお強いですし、なるほど、そういったこう長い経験をね、やっぱり積んでこられたということで、はい、非常にこのお二人どちらも実力派というところと、はい、今伊藤さんおっしゃいましたけども、若手に出てほしいというようなね声も党内であるということですから、はい、ひょっとしたらこのお二人プラスどなたか出られるっていうような可能性もあるんじゃないかと思っています。そうですね、はい、ありがとうございます。まず今解説していただいた通り、それぞれ、まあ、キャラクターというものが良さがあると思うんですが、まあ、まず今時点で立候補を表明されているというか検討されているお二人については路線の違いというお話も出てきていますが、うんうん、こちらはいかがでしょうか。そうですね、はい、選挙 .com チャンネルでは過去3回にわたって玉木さんと前原さんが仲が悪いんじゃないかっていうね、はいはい、なんかその当てこすりやつを毎回鉄板ネタとして何回かやらせていただきました。いやもう愛のあるねあれですけども、はい、もうそこはもう明確に、はい、もう人間としてね好き嫌いじゃなくてこの路線の対立っていうね、はい、この路線の対立が党内にあるっていうのは僕はすごく健全だなと思います。自民党内でももちろんありますし、はい、健全な状態、健全な状態ですよね、はい、その路線の対立の中でやっぱ党内でしっかり議論をして、はい、また政策を磨いていくということになりますので、はい、基本この玉木さんがねやはりいわゆる是々非々というね、是なるは是非なるは非、いいものは、はい、与党の提案であっても賛成をするし、はい、悪いものは反対をするし、はい、というそのいわゆる野党が何でも反対というようなイメージで語られる中で、はい、何でも反対ではない政策本位の野党としての、うん、国民民主党というものを作っていこうという姿勢の中で、はい、前原さんはやはりこれまでもねやっぱり非自民の立場で、はい、そういった改革保守の勢力を結集するということをやってこられていますので、はい、特にやはり維新の会と連携をして、はい、野党というかまあ一つの塊をやっぱり作っていくというそういう、こう路線の違いというのはあると思いますし、はい、実際昨年の参議院選挙、はい、京都選挙区においては、はい、維新の会の候補を国民民主党が推薦するという形でですね、はい、実際そういうコラボレーションをして、はい、まあ、実際その候補者の方は惜敗されましたけれども、やはり国民民主党前原さんがこう全面的に応援したというところで得票を伸ばした点もあったと思いますし、はいはい、こういった今後の政界再編も睨んで国民民主党をどういう党としてこう位置づけていくのかという、うん、その路線の違いというものが代表選でしっかり議論されていくといいと思いますね。はい、国民民主党さんで言えば気になるところが、まあ、連合さん支援組織の連合さんとの関係性というところも気になるところですが、そのあたりはどういうふうに見ていらっしゃいますか。そうですね、この連合という、まあそのね、労働組合の連合体ですけれども、はい、この要するに労働組合と維新は、まあ、水と油なんじゃないかというイメージが、ね、非常にあるんですけども、はい、これはもともとの大阪維新の会の本当に初期ですよね、うん、これねなかなかね大阪の人とか関西の人になるとちょっとイメージがつかないと思うんですけど、はい、私もですね2007年、だから橋本徹さんが当選される前に、はい、大阪の市長選挙かかったことがありまして、で、まあ、落選されたんですけども、その時ってね、やっぱりその大阪市の市職労、その市の職員組合がですね、はい、応援した候補者しか当選しないっていう、その市長を当選させられるだけのすごい組織力があってですね、そうですか、はい、市職員になると自動的に給料からこの組合費が天引きされるとか、うん、まあ、非常にその強固な、はい、まあ、仕組みをもう作った、まあ、ところがありまして、さらにそこから大阪市の職員厚遇問題とかね、はい、いろんなそういうものがこうずっと大阪のメディアではこう叩かれるっていう、そういうことがあって、はい、まあ、労働組合っていうとすごく無駄遣いをしてて、それを維新がぶった切ったみたいなっていうのは、大阪の、まあ、ある一時代の非常にこう象徴的な事例があったので、はい、そのイメージがあるんですけど、実際今日本維新の会はですね、例えば先日5月のそれこそ末ぐらいだったと思いますけど、はい、こういった連合からですね、この連合の重点政策についての要請っていうものを馬場代表、それから藤田幹事長がもう直接受けてですね、はい、でそうした中で馬場代表からもこのさまざま連合の重点政策っていうのは大阪、はい、日本維新の会の政策と一致するところがあるとかですね、藤田幹事長からも連合の政策っていうのはさまざま親和性があると、はい
いうような発言も出ていまして、はい、その外に見える形としてそういったまあ連携体制がこうだんだん地固めされているのではないかというまあ完全にそのだから連合とか労働組合を全てその敵視して排除してるっていうことは維新側にはないですね。これはあの連合のホームページ等にもあの載ってると思いますけども、はい、そういったこう政策要望なんかも受けて、うん、逆にその政策で合致できるとかやっていきましょうということになってますので、はい、連合と日本維新の会が完全に水と油っていうようなことはないと思いますね、うん、なるほど、ありがとうございます。まだ候補者が出る段階で時期尚早ではありますが、今時点党内ではどちらの支持の方が強いんでしょうかね。難しいですね、はい、これ代表選の仕組み自体はね多分また別の回で詳しくやると思いますけど、はい、国会議員票とねまたサポーター票っていうのでいくと、あ、それでもやっぱこれまでの国民民主党の代表としての実績という点ではやはり玉木さん評価する声もあるんじゃないかなと、うん、その、はい、特に党員サポーターからすれば強いんじゃないかなという感じもしますし、一方で、はい、やはり次の衆議院選挙を考えた時にですね、うん、やっぱり次どうするんだってすごく大きいわけですね。で、はい、そうした中でやっぱり今日本維新の会が非常に勢いがあると、はい、仙台のね市議選でも五輪当選というような話題になってますが、うん、はい、やはり維新の今勢いがある中でのここの連携っていう点は、うん、特に次解散を控えている衆議院の方は意識をされてますので、はい、そのあたりでこう前原さんに期待するというか、やっぱり維新と連携することで当選を拡大したい、また自分の議席をね確保したいっていう、そういう思惑が絶対出てくると思いますんで、はい、まあ、ここに第三の候補が出るかどうかっていうことも含めて、はい、要注目ですね。そうですね、はい、今後を占う選挙戦ということで、うん、非常にこう熱さを増してきているということで、はい、はい、どうもありがとうございます。それでは本日の動画は以上になります、はい、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。2017年の時に私もね議席予想外したんでよく覚えてます。あ、そうだったんですね。まさか小選挙区変えると思わなかったですよね。今まではその浅尾さんと山本さんがいて、これで保守が割れちゃって、はい、票が割れてましたと、はい、そこの反撃を抜く形で早稲田さんが当選しましたという評価もあるんだけれども、はいはい、これ浅尾さんが出なくなったからといってその票がまるまる山本さんに乗るっていうふうにはね、私は考えられない。ここでお知らせです。選挙 .com ではネット選挙解禁10周年を記念して8月にネット選挙フォーラム2023を開催します。10年を振り返り次を予測するをテーマに、国会議員やネット上の選挙政治活動を研究する学識有識者、選挙関連ビジネス企業、選挙プランナーなどの著名人をお招きし、さまざまな角度からネット選挙の道のりと現在地、そしてこれからの展望や乗り越えるべき課題について議論します。選挙の現場を熟知する現職議員や選挙研究のトップランナーが語るここでしか聞けないトークが満載。参加費は無料となっておりますのでお気軽にご参加ください。松田さんにも登壇していただきますのでよろしくお願いいたします。そうなんですよね、はい、もう10年かと思ってね、はい、2013年とかね、はい、昨日のことのように思い出しますけど、うん、10年経ってね、はい、いろいろ変わりましたよ本当に。いやだからね、いい振り返りだと思いますよ。やっぱこれだけ、はい、この10年の間でねネット選挙を参考にする人の割合ってずっと増えてますしね、はい、そうですね。だいやこれでも無料でいいんですね。だから申し込めるのか、はい、無料で、はい、どなたでも来ていただけますし、はい、ただし申し込みがいるって、これは概要欄、はい、概要欄に、はい、概要欄に書いております。またぜひオンライン参加も受け付けておりますの で、ね、ぜひどしどしご気軽に。全部で9つのテーマ、はい、セッションでやってまして、はいはい、私も多分1日会場にいると思いますので、はい、見かけたらぜひ声をかけてください。はい、はい。